こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画はロードトゥジャズフルートプレイヤーということで、ジャズの練習をやっていこうかなと思います。前回の動画はコードトーンを練習していました。コードを構成する1357をランダムに7531とか5713とか、練習していましたが、今日はスケールをやっていきたいと思います。コード進行に従って、そのコードの中で使えるスケールをひたすら吹くという練習です。で、今回は、イスファハンというビリーストレートフォンの曲を使って練習していこうかなと思います。ありとあらゆるな学んでいる曲、やりたい曲にこの練習、コードトーンとスケールの練習はしなきゃいけないと思うんですけど、今回の動画ではイスファハンを やってみたいと思います。で、制限をかけたいなとちょっと思っています。自分でフルートの最低音のドからインオクターブ上のド、この2オクターブの中でしか使えない、この2オクターブの中でスケールを行ったり来たりしかできないようにしたいなと思います。要は3オクターブ目の高音域は使わないということです。じゃあ、イスファファンのコード進行に従って、そのコードで使えるスケールを2オクターブ内で行ったり来たりしていきたいと思います。One, two, three, four, one, two, three. できる気はしないけど、8分音符で練習してみたいと思います。全然できませんでしたが、練習してみたいと思います。制限がかかってて、今みたいに失敗するし上に行っちゃうしっていうことで、ちょっと練習してみたいと思います。じゃあ今回はスケールをアプライしてコード進行とともにやっていくという、そしてフルートの3オクターブある音域の2オクターブの制限付きで練習するという紹介を皆さんに聞いていただきました。できるようになるまでやっていきたいなと思ってますので、ぜひ応援してあげるよっていう方は、いいねボタンでお知らせいただけたらと思います。チャンネル登録まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。他にフルート演奏のことでわからないこと、疑問、こんな動画作ってほしい、こんなことで悩んでいるなどあれば、コメント欄から皆様のお声を聞かせてください。そしてチャンネルメンバーシップも始めています。興味のある方は概要欄もぜひチェックしていただけたらなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。